皆さんこんにちは。あなたのハートを狙い撃ち、ドッキュンドッキュンコバニョンです。皆さんこんにちは。お久しぶりです。ココニャンです。はい、久々のコラボ企画ということでお越しいただきました、田川ココさんです。お邪魔しましたよ。いつも何してるとかさ言ってなかったよね、うん、言った方がいいんじゃない。自分の自己 PR お願いします。はい、シンガーソングライターをやっています。普段はこんなふざけたことしません。なのでこの動画がなんか誰かに見つかったらすごく嫌だなって思いながら撮ってます。嫌なの？嫌だよ。出るの嫌なの？好きだよ。好きや。ありがとう、みんなおはようということで本日は吹いてみた企画きっと最終回、とろーん。今日はピッコロとフルートだ。吹いてみた企画。ちょっとうちらやばいね、打ち合わせじゃ。そうだよ、グダグダだよ、ね、うん、じゃあちょっとね編集でどうにかお願いします、うん、本日は吹いていきたいのはディズニーの、でも絶対あれね、曲名アンダーザシーじゃないと思う。アンダーザシーってアンダーザシーだもん。え、じゃあ何？パートオブユアワールドだ。パートオブユアワールド。お願いします、もう一回。はい、すいません。せーの、パートオブユアワールド。イエーイ。一時間時間歩いて。歌い出すのやめてください。本業出ちゃった。ごめんなさい。ね、1時間練習してどれだけ吹けるようになるかっていうのも、検証していきたいと思います。イェーイ。1時間練習していきたいと思います。レディゴー。本当に吹ける気しないんだけど。吹けるよ。私は結構日頃っていうか、まあ、何度か吹いたことあるので。そうだよね。水槽がカラール。水槽がカラール。あ、水槽がカラール。はい。練習してもらっていいですか。ごめんなさい。あ、すいません。ごめんなさい。ごめんなさい。全然マスターできてなかった。うん、そういうのおかしいから。お前のこと何も分かってなかった。1年生、練習してきてって言ったよね。はい。何回練習した？はい。うん。練習してもらって、早く加えろよ。加えろよ。加えろよ。加えろじゃない。加えろじゃない。当てて。いいですか？当てがったよ、もう。やめな。うざいね。なんかピッコロってさ、耳痛くなるくない？うん。あのね、来てんだわ。直に。え、じゃあ逆にする？そうしよう。逆にした方がいいね。やめてー！怖っ。普通の並びもさ、こうだよ。うん、そうだよ。合奏体験。はい。こんな広くなかったよね。うん、もうほんとこういう感じ大丈夫そう。え、マジでこうだったよね。密だよ、もう密です。あ、密です。すいません。すいません。換気しようか、一回。暑い暑い、一回換気しようか。ムラムラしてきちゃったムラムラ換気しようか。どこに当たった？リッププレートが歯に、シーソーカーラーで、ここだ。掴んで。感覚？1年生大丈夫ですか？こうやって持たないとさ、入れられないよね普通に。考えてわかる。わかるよね。わかりまひん。わかるよね。いや、ビル・ゲイツやばいよね。って話ですね。やめよ。だからやばいでしょって話だよね。よにゃーです。F だよね、今。吹き続けて。1年生逃げないで。もうやめてあげないよ。うるさい。うるさい。できない。こっちの気持ちにもなってよ。
元金管奏者かなんか知らんけどさ、の割には下手だからごめんね。やばい、炎上だよ。炎上しちゃう。今の方がいい。やめて、本当にカットね。カットだよ。ガチカット。ガチカット。すごいね、フルート奏者って。それな、うん、一番すごいかも。なんかさ、今までの中で一番すごいと思ったかも。一番さ、ちっちゃいじゃん。うん、だからアンパイかな。アンパイかな。おしとやかだしさ。うん、気持ちあるけど、そう、あのハードとはさちょっとかけ離れた、うん、優雅なさ草むらみたいな感じやん。みんなさ岩場で吹いた方がいい絶対。気持ち岩場だもん。表はさなんか涼しい顔してるけどさ心の中は戦場だよね。すごいね。やばい、息死ぬかもしれない。これでマーチングしてる人マジすごくない？やばい、それな本当にすごいと思う。たん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 1。顔でかくない？うちの隣にいるから大丈夫だよ。うちの隣にいるから。ずっと一緒にいようね。ずっともう。いける？いけるんじゃないですか？楽しくなってきた。吹けるって楽しいもんね。そういうもんじゃん、楽器って。そういうもん、今一番楽しい。うん、すごいね。なんかさ一定に息入れられなくない？わかる、もうね一瞬ででも忘れるの。この頭部間に息をこうなんか無駄な息が出てしまうので。何が、え、何が、逆に何が。怖いね。今日メイクうまくいったんだよね。うん、うまいなと思った、うん、少しだけね、少しだけ、少しばかりの。キャアルイ脱毛してるから綺麗でしょうし。あ、カットで見ないに。ごめんなさい、全然見てなかった。え、綺麗になったと思わない？え、わかんない、元がわかんない。え、元ボーボーだったんだよ。知らんけど、ボーボーだよ。そうですか。そうですか。ボーボーなのにこんな、うん、ツルツルになったよって、うん、え、マジ肌とかもめっちゃ綺麗になった、脱毛してることによって。おすすめです、脱毛。回し物じゃないです、思うんですけど。一回教わりたい、ちゃんと。だって変な風に覚えてたらどうするんですか？この先私のフルート人生返してくれますか？やるつもりあるんですか？ありません。教わった方がいいかもね。ね、教わりたいよね。誰に？まあできればイケメン。イケメンなフルート奏者まだ出会ったことないんだけど。イケメンかどうかわかんないけど結構タイプのおじさまはいた。好きなの？ガチ恋だったもん。ガチよ。え、待って、今日レッスン？すごきんやん。ちょっと待って、ね、うん、ちょっとだけ左行って、見えない。待って待って待って、ちょっとお願い。タカツク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 なんか言われされたよね。いや、私さ、それ唯一変数入ってないんだよね、その曲。どうしてできないの？なんか言った？なんでできないの？私ですか？え、こういう先輩いるよね。あ、いる。なんでできないのっていう先輩。いや、なんでだろうって。こっちは聞きたい。こっちが聞きたい、うん。え、なんでだと思いますか？どうしてどうして？どうしてかにゃ？でもね、聞きたくなっちゃう気持ちもわかる。中学生ぐらいだとさ、そうなの。そう、なんか。え、なんでできないのってね。そう。どっちの気持ちもわかる。できないときは。そうそうそう。え、なんでって言われましても。ごめんなさい、なんかいいことが見つかんないかもしれないです、なっちゃうけど、ね、大人になったら今だったらさ、うん、なんかいい感じにちょっとね教えてあげることとかできるけど、そなんかさ中学生ぐらいだとね、え、なんでできないの、考えが幼いじゃん、 その時ってもうね、攻め、言葉攻めしちゃうよね。そうそうすいません、うちの子がなんかごめんなさい、すごいじゃん。ごめんなさい、すいませんね。そういう意味じゃなくてまあね、そうだよね。そう、なんかさ、え、なんでできないの、え、なんでやんなかったの、え、なんで、なんで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 、え、わかる、え、ここさ、なんなんかわかる、さんさんです、さんさんです。待って、えみちゃん、なんなん、 2.5、3.5です。 2.5、3.5でさ、さんさんなんてなくない？すいません。でここさ、あの綺麗な斜めになるはずなんだ。
はい。絶対おかしいよね。え、表持ってる？一度練習しよう。うん。じゃあ、リハーサルいきます。チューニングします。はい、フルートからです。高すぎますね。チャーが下手だと思う。シンプルに間違いねえよ、うん、シンプルに下手なんだよね。絶対違うよね。まだ耳はまだ健在だったね。違う。よかった、違いが分かった。あんたに合わせるんだよ。加減にしてもらって。すいません。お願いします。はい。まあ、いっか。まあ、いっか。うちはあったよね、うん、きっと。だって、きっと合ってる。それでは、ウィンドオーケストラ、コマニオン座の演奏会にお越しいただき、皆様、本日は本当にありがとうございます。これから披露する楽曲はディズニーの名曲、アリエルからお届けする一曲となっておりますので、皆様にぜひ、本日記憶を刻んでいただきたいなと存じ上げます。それではお聴きください。 Part of your world。 曲名ちょっとわかんない、うん、だよね。だよね。アンダーザシーって言おうとしちゃった。いきます。皆様の前で演奏いただけたことを心より御礼申し上げます。ありがとうございました。